それじゃあ追い込み作戦が妥当か。でも人数が足りなくないか。あ、なんだお前ら。いや、たまたま通りかかっただけだけど、この集まりは一体何なんだ。いや、別にちょっとした会議をしてるだけだよ。なあ、こいつらに一区画を守らせておけば。ああ、なるほど。ん、どうした。ああ、悪い。それよりあんたたち、モンスター討伐を手伝わないか。追い込みをかけたいんだけど、人手が足りなくてさ。俺たちの言う場所に待機してるだけでいいから。うん。ねえ、この討伐って攻略に関係あるの？攻略？ああ、そうなんだよ。どうする？前にもモンスターを探し出す展開があったし、今回もその類である可能性はある。ちょっと引っかかるけどね。この討伐が攻略に関係しているのは間違いないのか。間違いないよ。わかった、協力する。助かるぜ。あんたらが一区画に待機しててくれればモンスターを袋小路に誘導できるからさ。逃げ回るモンスターを討伐するなら、確かに人海戦術は効果的だよね。いろんな場所に人を立たせて袋小路に追い込むって作戦らしいので、人手が必要なのも納得です。これが野良パーティーですか。本当に目的が一緒ならな。協力することは大事なことです。頑張りましょう。攻略に関係した討伐だって言ってたけど、少し態度がおかしかったわよね。とはいえ、前にモンスターを探し出すイベントをやっているだけに、無視もできないし。仮に本当はあの人たちに別の目的があるとして、私たちに嘘をつく理由って何かあるのかな。ただモンスターを討伐するだけなら、何かを隠す必要ってないように思えるんだけど。嘘をつく理由か。おっと、メッセージだ。どうやら作戦が始まったらしい。それじゃあみんな、準備につこう。なんだかドキドキします。まあ、立っているだけでいいって言われましたけど。あからさまに利用されてる感じで、私はあまり乗り気になれないわ。攻略に関係してるって言うから協力するだけ。第1班が誘導に成功した知らせだ。現在第2班が誘導中。ここは第4班ですよね。最後までうまく誘導できるかな。私たちが失敗したら何を言われるか分かったもんじゃないわ。それが野良パーティーの欠点でもありますよね。私も遊び方を知らなくて怒られたことがありますし。本気で攻略したい人たちにとっては、足手まといになった場合怒りたくもなるんでしょう。ま、逆に初心者歓迎っていう人たちもいるわけだし、どんな人に巡り合うかは大事なことよね。第2班が誘導成功。第3班が誘導中だ。作戦がうまくいっているみたいだね。もしこれがうまくいったら、私たちも同じように協力してもらう？ああ、ここまでしないと討伐できない相手なら、俺たちだけでは厳しそうだ。第3班誘導成功。次はいよいよここだ。準備 OK です。
ティア！そんな！お前たち何よこれ、あの人たち私たちを騙したってこと？どうやらそうみたいだな。待て、ティア！そっちに向かうのは我だ！俺たちの後ろへ行け！その言葉を信じろというのか？そっちは袋小路なのよ。追い詰められるわ。お願い、ティアちゃん！本当に危険なの！私たちの後ろに逃げて！時間がないのよ！グズグズしてたらあいつらが集まってきちゃうわ。ティア！ティアちゃん、何が攻略に必要な討伐よ。大嘘じゃない。よりにもよってティアが相手だったなんて。許せないですよ。私たちを騙すにしてもひどすぎます。おい、連絡がないけどどうした？どうしたじゃないわよ。攻略を進めるためのモンスターだって言うから協力したんだけど。別に嘘はついてねえからな。レアモブからドロップする武器があれば攻略がしやすくなるだろう。なるほど、随分とくだらない言い訳を考えたものね。それよりレアモブはどうしたんだよ。悪いな、逃がしたよ。彼女を倒すことが攻略を進めるために必要なことだとは思わなかったからさ。曖昧な情報しかもらえなかったからあんたらがターゲットにしていたなんて気づかなかった。大方レアアイテムの報酬をあんたたちだけで分け合いたいから詳しい情報を出さなかったんだろう。野良パーティーを組むならちゃんと同じ目的の人を誘った方がいいぜ。他のメンバーに連絡入れようぜ。作戦失敗だ。まったく、あれくらいで帰らせちゃってよかったの？言い争いになったところで解決するわけじゃない。まあそうだけど、問題はあいつらよりもティアよね。そうですね。ティアちゃん、どんな気持ちで私たちの横を走っていったんだろう。少なくとも私たちプレイヤーに対しての印象は最悪でしょうね。そうですよね。みんな行きましょう。ティアはきっと辛くて寂しい思いをしたはずです。なので横にいてあげたい。うん、プレミアちゃんの言う通りだね。辛い思いをさせた分も横で支えてあげなきゃ。ティアちゃんを探しに攻略を進めよう。プレイヤーの遊び方を責めていても何も解決しない。それよりも今はティアを支えることを考えよう。Thank you.
げ急げ、かなり逃げ足が早いらしいからな。レアモブのラストアタックボーナスは俺がいただくぜ。ねえ、今のって。ああ、そこの人たち待ってくれ。ああ、俺たちのことか。急いでんだ、後にしてくれよ。レアモブと呼ばれてる NPC を探しに行くんだろ。だったら急ぐ必要なんてないよ。どういうことだよ。どうも何も噂になっているようなことは全部嘘ってことよ。 NPC がレアアイテムをドロップするなんて、このゲームが稼働した時からよく流れてたデマじゃない。デマ？噂の NPC がドロップするというレアアイテムだって実際に見たことがあるわけじゃないだろ。それは。お前はどうだよ。いや、俺も見たことはねえけど。このゲームはベータテスト期間中ということもあって、ログインしているプレイヤー数は限られている。その中でレアアイテムを入手したプレイヤーがいれば、あっという間にその人物は有名になるはずだ。なのに実際は誰もそんなプレイヤーを見たことがない。だけどよ、だからこそ噂の検証するんじゃねえか。実際に倒してみてさ。あんたたちブルーカーソルのことは知ってるの？ NPC を攻撃したらカーソルの色が青になって、モンスターや NPC に襲われるってやつだろ。けどレアモブに対してはブルーカーソルにならないって噂が。それも結局噂じゃない。ブルーカーソルになればまともにゲームをプレイできるような状況じゃなくなる。随分とリスキーな検証方法ね。どうする？確かにちゃんと情報を集めた方がいいかも。噂を流してきた人にも言っておきなさい。まともな情報を流すようにってね。おう、戻ろうぜ。はあ、分かってくれる人たちでよかった。これで万事解決とはいかないでしょうけどね。それよりも目撃情報が確かなら、ティアちゃんはこの先にいるみたい。さっきの人たちには悪いけど、情報は使わせてもらおう。言ったはず、私に関わるなと。なぜ私を追い回す？悪いけど関わるなっていうのは無理な話だ。君はプレミアに起きている真相を知りたい。知ってどうする？助ける。これは私の可能性が引き起こした問題、つまり私自身の問題。それに干渉するというのならばここで切る。わかった。ちょっとキイト君！ティア、君が俺たちを拒む理由はおそらく人を信用できないからだと俺は思ってる。でも俺やプレミアが君を助けたいっていう気持ちは本物なんだ。キリト、君に分かってもらえるまで俺たちは君を追うことをやめない。待ってよ、ティアちゃんと戦ったらブルーカーソルになっちゃうよ。そうだとしてもティアやプレミアが助かるなら。私の可能性は私が決める。行くぞティア。
ティア、またあの現象か。私は一人のままだ。私がここに存在する理由は何？うるさい、うるさい、うるさい！私の求める可能性は悲しみしかないというのか！ティア！なんとか無事みたいだな。そういえば俺、ブルーカーソルになってない。プレイヤーたちが言っていた、攻撃してもブルーカーソルにならないって噂は、もしかして本当だったのか？でも、なんでカーソルの色が変わらないんだろう。ティア、大丈夫か？なぜ助けた？言っただろ、君を助けたいんだって。それ以上の理由なんてないよ。状況も状況だし、ここは一時休戦ってことにしようぜ。停戦してくれた方がありがたいんだけど。あ、待ってくれ。何？この辺りは見覚えのない場所だし、何が起きるかわからない。せめてここを抜けるまでは一緒に行動を取った方がお互いにいいと思う。ティアは目指している場所があるんだろ。そのためにプレイヤーたちに混じって攻略を進めてる。だったら今俺を利用するって形でいいからさ。わかった。よし、決まりだ。それじゃあよろしくな。おい、待ってくれって。どうした？来る。モンスターか。問題ない。よし、行く。これで決める。
ろう。ふん、ダメージは負ってないか？平気。よかった。それじゃあ先に進もうか。ん？どうしたんだ？気になっていることがある。お前たちはなぜ私に関わり助けようとする？なぜって言われると、人とのつながりがないと限界があるからかな。限界？問題に直面した時、自分だけではどうにもならないことも周りの人に助けを借りれば解決へ向かうことが多くある。今の俺たちだって二人で協力しているからこのエリアの攻略を進められているわけだしさ。ティアとは少し事情が違うだろうけど、俺も前は人とのつながりを持たないようにしていたんだ。自分の関わった人が不幸にあってしまってさ。それ以来同じようなことがあったらと思うと、人と一緒にいることができなかった。けどそうした思いも周りの仲間に支えてもらうことで目を背けずにいられるようになったんだ。あんま人付き合いは得意じゃないけど、それでも人とのつながりっていうのはやっぱり大事なんだって思うよ。一人では限界でも、人と一緒ならその先を見据えることができる。今ので答えになったかな。それが人とつながりを持とうとする理由。まあ、あくまで俺の場合はだけど。なあ、今度は俺から質問をしていいか？何？前に宝箱からアイテムを持ち去って言っただろ？あれって一体何だったんだ？あ、いや、別にレア装備だったら見てみたいとか、そういうのじゃないからな。ただ、自分が危険な状態であるにもかかわらず、それでも手に入れなきゃいけないものが何なのか気になって。あの時、手に入れたものはこれ。ん？紋章みたいだな。どこかの国の国宝とかか？知らない。え？この紋章が何なのかは別に興味ない。このアイテムがないと目指すべき場所へたどり着けない。ただ前に言ってた可能性のある場所へ行くためのキーアイテムってわけか。なるほどな。教えてくれてありがとう。なぜそこへ向かっているか聞かないの？俺の質問は宝箱の中身についてだけだったからさ。それにあまり話したくなさそうな感じもしたし、ティアが話してくれる気になった時に聞かせてもらうよ。さあ、それじゃあ。もう一つ聞きたいことがある。ん？さっき言っていたグッジョブとは？え？あ、あれは仲間と讃え合うときによく使う言葉だ。仲間と讃え合う。プレミアにも同じように聞かれたことがあったな。これからも讃え合う場面があれば声をかけていこうぜ。それじゃあ攻略を続けよう。早くみんなのところに戻らないと。心配をしているだろうからさ。わかった。グッジョブ。グッジョブ。